騒がせー。ありがとうございます。まさことタクロマシェでございます。めっちゃ顔やサイクリスト朝滑舌悪い。どうもタクロマシェでございます。今日はですね、有田駅に来てます。見てください、和歌山県の有田駅ではありません、佐賀県の有田駅です。で、今日はですね、佐賀県からですね、マサ、走りに来いと言っていただきまして、やめろ職員が引いた佐賀県おすすめコースがあるらしいんですよ。知らないですけど俺は世の中のサイクリングロードにはですね、その自治体とかが作ったサイクリングロードをね、実際蓋開けてみるとね、サイクリングロードの途中に階段があるじゃないかとか、サイクリングロードっつってんのに台地があるじゃないかとか、あるある。あとなんでそうなるか、電車6人乗ってない職員がサイクリングロードっつってみたいな感じで地図上バーって引いただけみたいな、適当な人をやっつけしようとサイクリングロードのパターンが全然あるんですよね。で、そういうパターンじゃないのかと俺はちょっと危惧してますね。佐賀県の職員さん、自転車ちゃんと乗ってるんですかって分からないですが、今日はですね、佐賀県で上級者向けコースと題されたものがありました。なのでそこをですね、約100キロ、マジで俺が走って、実際佐賀県どうなんだ、うちの町は自転車に力入れてますとか言いながらね、職員がマジで自転車に乗ってない、別に乗れとは言いませんが、じゃあ力入れてると言わないでくださいというじゃあまあでもだから今日は自信があるみたいなんでね、上級者コースって言ってるから、僕がですね実際に走ってどんな風のコースなのか、そしてどんな町なのかっていうね、大阪の町しか走ってない俺がね、体感していこうと思ってます。で、距離は大体100キロあって、でここがね、有田焼きで有名な、あの有田です、その焼き物で有名なんで、その焼き物の余ったその土とかで作ったヘイトンバイベっていうところがあるんですけど、そこにとりあえずね行ってまいります。行くか。マジで至る所がもう至る所に焼き物屋さんばっかりなのよ。ただ浅すぎてね、まだ全然空いてないとこも。いや確かに、いや上級者向けコースというのがどんなものなのか気になるよね。せやな、佐賀県直々に上級者コースって書いてたからねいいよねそういうの、まあ、特にね今のところね、まあ、ここが和歌山県ですって言われてもね信じるぐらいねそんなに特徴的でもない、わからない道。そらそう、まあでもやっぱり陶器屋さんがめっちゃ多い。多い多い。てかもう7、8割ぐらい陶器やな。いやそうやね、多分この辺で言ったら、まあ余裕でコンビニより陶器屋さんの方が多い。あ、全然多いな。この辺ちゃう？これもうあれやで、完全に雰囲気トンバイベーやで、これはどれがいい？だってさ、大阪城例えば行ってさ、ああ大阪城に大阪城って書いてないやん。せやな、東京タワー行って東京タワーって書いてないのと一緒でさ、確かにトンバイベーにトンバイベーって書いてるはずないから、これはもう、あ、これこれこれちょ、あの雰囲気トンバイベーこれかじゃ、これなのかほんまに怪しいぞお前、これお前これ後からお前これ佐賀県に怒られるやつちゃうんかお前、これ勝手に人の家の壁をトンバイベーって言い出して確かに、ただ今回サポートありません。いやお前自力でトンバイベーを見つけないとダメ。すごい違う企画になってきてる。なんかでもほら、何これ、すごい雰囲気よ、ほらもうあのユニバのウォーターワールドみたいになってるねこれただの工場やろ絶対すごい綺麗や、でも川、確かに多分ね、多分さっきのがトンバイベーですでもじゃあ俺でもな、ちょもう今見つけたね、すごいえぐいの。ほう、何かっていうと、ちょっと激坂見つけたのよ、佐賀県の暗がり峠みたいなの見つけたから、ちょっとそれ行きたい変態やな、坂見つけたから行きたい。ちょっと見てあれ、いやえぐい、なんかあのこれカメラで伝わってるか分からんけど、こっちから見たらもうあれがトンバイベーなんちゃうかぐらい塀の意味が変わってるで。いやトンバイベー分からんかったな。いやほんまやな何もなく第二スポットに行きようで次がですね、どら焼き、有名などら焼きがあるらしくて、それがね、名前忘れた、何屋でしたっけ俺も覚えてないわちょっとね、名前忘れたけど、まあどら焼きなのよなんか違うんかな、普通と。あとその、ここ多分視聴者さん気づいてないけど、めちゃめちゃ登りやねん、ずっと。せやな、多分これちょっと人によってはもうアウターではちょっときついぐらい。そうそう、なこれちょっとねちゃんと登ってますここ。まあ確かに上級者向けコースというだけあって序盤から一生登りっていうのは感じるよね。いや道は綺麗やけど。いやめっちゃ綺麗、道
橋は綺麗やけど人形立ってた。え、謎の人形が立ってた。だから夜見たら多分怖そうな人形が立ってるのよ街中至るところに。怖顔いくちゃんと瞳も書いてある。なあ、この笑わないっていう笑わないんですよこいつは。いや、ずっと登りなんですよ。なんかちょっと腹立ってきてるもんね序盤からどんだけ登らされんねんっていうくらい。いや、ほんまにずっと登ってるから。さあ来ました、伊万里市にやってきました。伊万里市に、はい、伊万里市内に降りてきてました。あんなに登ったのに急にね下りました全部で今ね、どら焼きが有名なね小島屋さんに向かってます。小島屋さんにあとね2キロぐらい、あと多分2キロぐらいかけばその小島屋に到着するかと思います。すいません、書いてます。小島屋どら焼きって書いてます。やっと来ました。地味に遠かったな。クスク公民館ってすごい。クスクって思うあれ。多分こういうのでも読み間違いしてるだけでなんか地元の人怒ってくるからな。そう、バカにするつもりは全くないんですけどね、こっちはもう。ただアホなだけっていう。そう、ただアホなだけで、ね、そう。間違いない。来た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 。おお。梅どら焼きとか。梅どら焼き。どれにしよう。何がいい。何がどら焼き。あ、きびと、それ美味しそう。じゃ、これと、これにしようか。この二つ、お願いします、はい。ありがとうございます。はい。ます、はい。買いました。白。今あのドラで今なんか喋れてダーってドラ焼きだけに、やめろや、やめろや。いただきます。ちょっとキビ糖の方が。がマジでいいドラ焼きって丸いね。へえ。これ多分ベッドにしたらめちゃくちゃ寝れると思うね。これどういうこと。ふかふかやから、うん、お店の方にサービスいただきました、ミニドラを。これあったかいのよ、こっちは。てかこれどこで売ってるんですか、このこのミニドラ専用の。見たことない、このまますごいわ。あ、もっと柔らかいわ。あ、今もう一回あのここに何か喋れダーンってなってはい、ですね、次がですね、まあ、波戸岬っていう、まあなんか恋人の聖地らしいんですよ。まあ今日はねっていうか、今日もね、そうな、今日もね、一人で恋人の聖地、まあ漕ぎたいと思います。かなり距離あるんで、まあ頑張ります。ここからもうちょっと。ここどこ結構来たね。もう距離にしてはね、もうね51キロ走ってます。相当やな。でも上級者コースだけあってね、もうね上りと下りしかない素晴らしいね。うわ、すごい、いいや、うわ、降りてきた。めっちゃ景色いい。景色いいね。まあ、車もここはあんまり来えへんし走りやすいな、めっちゃ。いや、地味に登ってるよ。また下んねんな、これ絶対この後もう一回登り来るやん。それな。はい、これね、まあ登ってるんですよ、また。ほらめっちゃ登るやん今日。いや、ほんまにな。
えぐいえぐい。獲得せんじゃ済まなさそうやな。いやーほんまにな、普通に喋りたくないぐらい登ってるもん。あとサイクリストはいいし全く見ない。確かにこんなにいいコースなのに、もったいないな。サイクリストの人もっとおったらいいのに、こんないいコース大阪にあったら大人気やで。確かに週末サイクリストしかおらんで、こんなに。ほんまな。いや見てこれ、もうさすごい、あんな海、さっき海は近いな言ってたのに、あの海をもう見下ろしてます。いやほんまにな、それぐらい登ってます。すごい、すごいな、この段々畑と海と山と。いやそうやな、何種類かぶってんねんな。すごいわこれ。いや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 、登りが終わらないのよ本当に。でもシャドウ何パーぐらいあるのこれ。割としっかり。いやほんまにそう、なんか 7-8% ぐらいある。全然終わらへん登りが。え、でも海見えへんもんな。わすごい、だいぶ来たよ。めちゃくちゃ走りがいあるし、めちゃくちゃ綺麗よ。道も綺麗やし、ここはめっちゃ。そうやな、そこまでや、そこまでや。よし、なんか分からんけど山頂にゴールしたぞ。はい、鬼の下り。いやほんまに、しかもここじゃ一発がきついんよ。見てほら、あそこに恋人の聖地って書いてある。考えてられへんから、もうそんなこと今。男二人でな、毎度やけど登ってな。これがですね、田子の浦の棚田、見てください。何あれ、巨人が登る階段ぐらいの棚だよあれ。すごいなここの景色マジで。田子の浦って聞いてたけど、なんかこれ浜の浦って書いてます。名前なんかどっちでもいいから。確かに、好きな女の子がカレンちゃんでもね、さやかちゃんでもね、のぞみちゃんで関係ないでしょ。好きやったら関係ないから、ここの景色変わらんから、どんな名前でも。じゃあ恋人の聖地書いてますもん、この渋い字で。桂由美さんが建ててくれたんでしょこれね。いきます。音でっか、帰ろもう帰ろ。帰ろ。ちょっと見てこの道、この道がね、もうね、マリオカートでいうレインボーロードみたいになってます。確かに、うねってるのよこうやって。確かに確かに、もう水平わからんくなるやつや。いやでも綺麗やね、なんか日本のいいとこ詰め合わせセットやねこれは。あ、なんかそんな感じやな、うん、なんかあの日本っていいねってなるね、なんかここ走ると。日本住んでてると日本の良さなんて感じへんけど、あんまり。なんかここはマジでなんか日本の良さやばい。いやめっちゃ綺麗やここ、何これ、スケボーできそうなくらい綺麗やここ。確かに、パークちゃんすごい。あのいわゆるあれですね、限界町、原子力発電所がある限界原発の場所。やめろやめろ。いやいや、限界っていう町やわ。あーそうなん、ちょっとアホと走ってんのか俺は毎回。いやアホや。アホが2人で走ってる動画やからなこれってな。忘れとったわ俺も。そうだ、いつもこんなんや。すごいよ、いいコースやわ確かに。ちゃんとな。いやでもこれマジでね、練習コースとしては100点やね。ほんまにな、120点かもしれへん。信号少ないしな、車も少ないし。みんなが不安に思ってるのは多分、超上級者はさ、トラブルが起きてもさ、なんとかさ、はいはい、自力で家帰れるやん。そやな。
けど初心者の人とかもしもしじゃあタイヤのさスポーク折れましたとかチェーン切れました怪我しましたでどうやって帰るんですかってなるやんの時にまあ何とか言ってたら、まあ、人がおるからさ確かにな、ほんまやな。まあほんでまたあれでしょ登りでしょ登ると知ってますもん人生と一緒なのよ結局こんなんて、ね、楽しい時間来ますでもね辛い時もありますたまにはたまにはずっとね辛いこともないしずっと楽しいこともないよきっとどこまで登るのよこれは恋人の聖地やけどお前これお前これロードバイクで来たら彼女切れるぞ確かに、まあ、もしくはねもう競技志向の2人カップルがロードで来ると確かにお互い強くなって帰るとそれはいい関係や、まあ、ただロードバイカーをマジで人にも見ないこんなにいいコースなのにそうやな見てください佐渡岬3キロって書いてます残りこれ全部登りなんやろなどうせいいねでも気持ちいいわ道綺麗やしせやな景色綺麗な場所もあるあるがなんか景色変わらんっていうパターンがあるんだけどそうやなそれでもない別に景色は変わるし常に綺麗みたいなこれは意外と走っててもまあムカつく感じではないよなせやなきつくでも景色はずっとな楽しいからその景色変わらんの一番のゴンゲがローラー台やからあれが一番楽しくないから最大値がそうさあ多分ね波止岬がもうすぐなのよあここちゃんあぽいなぽいなここここちょっと見てほしいこれウィスポーツでこの景色見たことあるよあるあるあのゴルフのあのゲージを曲がらないようにやったよねブイーンってなるやつな今ほんま小学生とかに聞いたらえ DS? フルとか言われて俺もう気がついてるからウィスポーツって言ってもうこの視聴者の中のねガキたちに分からへんねんウィスポーツのあのテニスのあの前衛でこの一回振らなどういう話してんちゃうね波止岬に到着しましたでそっち側なんか建物あるで波止岬休憩所書いてるけどまあ俺たちはやっぱり綺麗な景色はもう走ってるうちにもめっちゃ見れたから走りたいもっと行こう行こうもう行くんや、うん、もうそれはもうなんか初心者の方に任せよああ確かに確かにレポートはもう任せてくださいはい行きますいやなんかマップ見たらなんかあそこ波止岬じゃないっぽいで綺麗すぎるやんで見てほしいのが見てこの絶景いやすごいあの絶対こっちが波止岬やわせやなうんなんかあっちほんまに正直申し訳ない申し訳ないけどさっきのところはあんまそんな突出して綺麗じゃなかったのよで俺もうんってなったけどこっちやと思う多分あすごいすごいでなんかだってほら見てなんかあれちゃんあれっぽいな絶対こっちやん なんだあれやウィスポーツのあのゴルフ場やんあれなんかランニングみたいなやつであったよもうウィスポーツの話やめろやあすごい何これザ・ノースウェストエンド波止岬こっちが本物でしたすいませんでしたウィスポーツの皆さん本当にすいませんでしたなんでウィスポーツ間違えましたでちょっとな向こうになんかな、うん、なんかハートのなんかあむちゃむちゃムカつくオブジェあるから行くか一回うわあれちゃん恋人の聖地じゃんまた桂由美ちゃんこれ桂由美ややっぱりやっぱり恋人の聖地来たじゃあちょっとお前記念撮影するわ会いたいからこれあそうやなまあちょっとこういうオブジェななんか自転車とか乗せたら怒られる可能性があるから俺貸しとこう貸しとこう神にたたり出しみたいな感じやからこれからも S はベアと一緒に歩んでいきますほら行こう恋人ボランチお次はですねあの呼子大橋っていう、まあ、でかい橋があるとで その渡ったなんか壁し島、はあ、壁島みたいなのが島があって、まあ、そこに行くと
まあ、そういうルートなんですけれども、登りすぎなのよもう。いやほんまいやほんまいや、いや下らんでいいよ全然どうせ登るんやから下らんでいいのよ。めっちゃ下るやん。大下りやな。すごい、何これ。見えた見えた、めっちゃ橋や。いやすごい、うわうわうわ綺麗やな。やっぱ吊り橋って迫力あるな。うん、だいたいね橋って自転車通られへんこと多いから。そうやな、これ吊り橋が自転車で通れるのは新鮮。けど燃えて風の見える丘公園っていうのがありました。まあ、海の見える丘公園とかやったらわかるけど、風見えちゃうっていう。まあ、どんだけ強風やねんって話。いや、そういう物理的な話なんかな。ちょっとサイクルコンピューターがうるさいです。道それてるからやろずっと。そういうことやろ。うわ、蜘蛛の巣。ちょ、こいつほんまうるさいな。待て待て待て、絶対違う絶対違う絶対違う。ちょっと見て、うずしで。おい、いけるかボケいけるか戻ろう。これもサイクリストやから。まあ、確かに確かに着物やな。どこやねんここは。さあ行きます。壁の見え、壁の見えちゃう。壁の見える、いや、まあ、間違ってない。風の見える丘公園までね、残り 500m となりましたが、道を間違えました途中で。見てください、この前見て、この上りね、ここに来てね、そもそもルートの予定にもないね、上りをまた登ってると自ら。いやほんまやで、ここ別に登らんでええからな。ここは別に佐賀県も指定もしてないコースですからね、これは。行かないと。でもやっぱり風見たいもん。一個検証しようよ。確かに行ったら風見えるんか。風は実際に見ることはできるの。よし、なんかゴールっぽいぞ。なんかゴールっぽい。来ました、風の見える丘公園です。見えるのか。今のところまだ風見えてないよ。お、めちゃくちゃ綺麗や。お、うわ、すごいよ。ほら、見て見て見て、あの橋渡ってきたよ。あ、すげえすげえ。呼ぶ子大橋でしょ、あれが。せやな。呼ぶ子大橋。えぐ、めっちゃ綺麗やんか。土地感がないから分からんけど。そやな。でもあれ向こう側見えとんの山口県じゃん。山口県じゃん。ちょっとあのこと言うのやめろよ。あ、これ地図あるで、地図。お前、佐賀県からどうやって山口県見えんねん。マジでやめろ、適当なこと言うのだけは。山口どっちや。山口はお前もうこの辺やん。全然違うかった。で、今のところですね、これ見てください。ほら、あ、変わってません。はい、風はね、今のところ見えませんでした。でもこれはもう別にいいです。もう風吹かれても困るから、サイクリストにとってはもう。サイクリストにとってはね、坂以上にきついから。そうやな、暴風っていうのが。もう行こう、帰ろう。よし。はい、ありえない激坂を今登らされてます。僕らはですね、次にね、唐津駅っていうところまでね、行くということです。予定よりね、もう走りすぎてるで、走りすぎててちょっともうきつくて路列回ってないけど。いや、今81キロめっちゃいってるやん。あれ何回けど、もううすうす100超えるんちゃうかっていう気にしかなってないよね。いやほんまにな。とりあえず唐津駅まで頑張ります。またね、海に降りてきました。すごい景色綺麗よ、ここも。もうずっと絶景。ただ風がマジで強い。ほんまな。すごいわ。うわ、マジで、や
っと平坦来たかもしれへん。わ、道綺麗やマジで。いいね、走りやすい。うわすごいな、何この森みたいなの、すげえ。何なんだこれは、すごいわ、綺麗すぎる、めっちゃ走りやすい。追い風やな今。うん、楽々40キロ出るわ。まあ、道が合ってんのか俺にも分からへんけど、合ってないかもしれんの。合ってるでしょ多分。さあ、いよいよ唐津駅に、あのですね、ご報告したいことがあります。はい、すでに距離102キロ行ってます。おかしい、聞いてた話と違う。本当ならもうゴールしてるはずなんですが、まだ唐津駅です。ちょっとね、飯も食ってないからね。ほんまやで。あー、来た唐津駅。はい、土曜目唐津駅にやってきました。101キロ走りました、もうすでに。ほら、武田信玄の兜って書いてます。やっぱりいかつい。いかついね。ほら、飛竜。シャチ方向ではないね。金獅子じゃん。鳳凰丸、左。わかる。やっぱアホや。桂由美。出た。それだけ読める。唐津の商店街に来ました。よくわかりません、名前は。商店街。唐津バーガーっていうのがあるらしいんでね。それ食おうとどうせならね。スペシャルフォーバーで570円って。全然法外な値段じゃないね。安いね、普通。スペシャルいくじゃん。これもしかして、ペイペイ対応してない？あ、ワンチャン。現金だけでした。現金だけでした。食われへんよ。本気で悔しがってる。ちょっと今目の前になんかインチキ堂っていう、なんかあの何でも買いますっていう店があって、じゃあなんか分からんけど、こう何かパーツ売ればさ、なんとかなるかもな。あのカラスマーが食えるんじゃないかっていう。何売る？何がある？サングラス？結構長くなる、たくさん食える。いやでもインチキどうやからな、そのインチキが値段つけられるかもしれない。そういうこと、そういうインチキ。なんかインチキどうですね、これね、何でも買いますと書いてるので、多分何かしらの値段をつけてくれるんじゃないでしょうか。ライトね、あのまあ、定価で言ったらもう2つ合わせて3万超えのものですよ。せやな、それなりにするな。2300円になりました。逆わらしめちょうだい。これであれやから現金が手に入ったので、ね、カラスバーガー食べます。えぐ。いや、コロナで俺文句言われたら知らんからね。まあまあ、インチキ堂さんがこの値段をつけただけやからね。せやな。そうそう、これも何の文句も言いようがない。売ったらこうなったっていうだけやから。カラツバーが戻ってきました。調達した金で。ほんなら、すんません、スペシャルバーが2つ1800円。はい、ちゃんとあれ。はい、ということで、サングラスとライトはなくなりましたが、カラツバーが2個が手に入りました。これ1個はね、これ実際に肉ですね。はい、どうぞ。食べさせていただきます。ちょっとうまそう、これ。すげえ、なんか老舗のコロッケ屋さんみたいな。あ、わかるわかる、あるな、たまにそういうの。だって俺ら100キロどら焼き1個やから。いや、ほんまにや。うわうわ、
え、すごい、結構迫力あるな。いただきます。めっちゃ飛んだ、うん、レタスしか到達してない。めっちゃうまそう。うん、めっちゃ分からへんなって言ったけど、めちゃくちゃ美味しい。パンがふわふわじゃなくてカリカリ。まあ少なくともその、まあ、今までね、あの救急車くんとかかけてたあのサングラスとライトですね、なくなった渋い。佐賀市民の皆様、あのインチリゾーさんに行けばおそらくあの救急車くんかけてるいつもサングラス僕もかけてる、そして僕もいつも使ってたあのライト売ってます。いくらか知らんけど、いくらで売ってるか知らないですけど、僕はそれで2300円売ってるにしました。佐賀県でね、競技頑張りたいって思ってる高校生とかね、よかったら俺のサングラス使ってくれたね。お前お前、俺のライトも全然傷んでないから。全然傷んでない、使えるよまだまだ。大変で使ってくれたらね、売った甲斐があるから、こっちからしたら。せやな。おう。ハイヤー反応、ハイヤー反応、ハイヤー反応、すげえすげえ。今多分あのブレてるでしょ。画面外に早すぎて何度見えた。でここから、うん、めっちゃピヨンって出てきた。唐津城ってお城ね、行きます。うん、で唐津城ってお城行ってから、佐賀県の職員さんはね、ここで唐津バーガー食べてほしいって言ってるらしいです。唐津バーガーが食べれるお店があるらしいんですよ。俺らはそれを無視して、勝手にサングラスが売ってね、勝手にカラツバーガー食べてるんですけど今、うん、これじゃない、なんかカラツバーガー食べれるらしいんで。もう一個、まあ、俺らに肯定とか関係ないから。まあな。あ、ほんまほんま見えた見えた、ほんまや、あれがおそらくカラツバーガー。いや、お城やな、ちゃんとな。なあ、かっこいいな。ね、なんかその231段の階段を登るか、100円払って有料のエレベーター乗るかっていう選択を迫られてて、まあ俺らね、 こんな靴でね、こんな足も曲げられない靴で231段の階段登れるわけがないんで、ちょっと厳しいな。はい、お金払ってエレベーター乗ります。さっきな、調達したから。そうやで調達したから、お金を。ちょっと見て、エレベーター斜めに動いてる。なんかすごいね、感性でなんか横に倒れそうなと思って、目バグってるみたいな。なんかすごいな、初めてや。何これ、斜めエレベーターや。斜めエレベーター、何これ。放心状態、状況が理解できる。いや絶景やな、すごいな。いや、ほんでほら、こんだけ登ってきて、まだお城の下やから。ほんまやな、ここ相当綺麗やで、多分な、ね、上上がれるんかな。ここで綺麗やん、もうなんかこの時点で綺麗やもん。いや、やばい、海、山、行こう行こう行こう。だって、今も俺現金手にしてるから。何でもありや、何でもあり、強い強い、珍しくない。ちょっと待って、天守閣入場料一般500円なんですよ。残金をね、ちょっと確認したいんですけど。残金がね、小銭しかない。950円。うわ、惜しい。うわ、無理や。俺とお前どっちがの、どっちかが登るしかない。いや、もうそれ俺絶対なしやろ、自分行くしかないやろ。え、うわ、あ、あれや、小中学生250円。いや、俺らちゃうやん。なんかこんな話してんのか、俺は朝から晩までずっと。マジでなんだこいつ。ほな、もう実業団2期ここで切り捨て。もう沸きました。よし、おすごいね、めっちゃ登ってる。おすげえ、すげえ、うわ、見て、あそこに実業団2期がいる。めっちゃ綺麗やん、すごい。あ、見えた見えた。お、あらら。
映ってる映ってる。登ってきました。綺麗マジで。すごいわ、めちゃめちゃ綺麗。ちょっと実業団人気待たせるのかわいそうなんですぐ降ります。出てきた出てきた。降り方が自転車乗り。綺麗やったよ、めちゃめちゃ。すごかった。めちゃめちゃ好きやったよ。ちょっとカラツバーガー食べに行こう。行こう行こう。食べたけどね。最終目的地カラツバーガーへ行きます。さあカラツバーガーを食べに行きます。ここがなんかね、虹の松原って言って、なんか松の原そのままやっけって話やけど。なんか松がすごい、なんか上トンネルみたいになってる。すごいよ。松の木ってなんか面白くて、なんか横に伸びたりしてるからさ。あ、そうやな、確かに。登りやすそうや。そういう問題か。以前道はずっと綺麗。いや、ほんまにな。あの車の CM とかに使われそう。確かに、新型アクアみたいな。あれじゃん、これや、これや。ついに本当のカラツバーガー来たよ。本当、いや、さっきのも一応本物やね。見てほしいよな。このメニューさ、これ見覚えない？あ、同じよ、看板。同じ。え、じゃあどうせやったらこんだけ違うやつ。違うやつっていうか、でも俺らさっきスペシャル食ったから。そうやな、全部乗せみたいなやつやもんな。あとは引き算されてるやつ。そうやな。企画潰しやんけ。いやでも、もう100キロ以上走ってるからハンバーガー2個ぐらい余裕だろよ。余裕でいける、うん、もう早飯食いたいから。ポテトとかもあんで。もう1個食おう、マジで。ああ、もう1個食います。無事終了。あのカラツバーガーっていうのはね、ここにもあるって聞いたんですけどね、全く同じでした。あのさっき言った店舗とですし、これはですね、カラツバーガーを食べて、お城に登り、残金がなくなってしまったので、ポテトしか買えませんでした。残金終了。いやー、よかったね。まあ、総括になりますけどね、佐賀県ですね、110キロ走りました。素晴らしい。大体の県ってもう100キロ走ればその県のこと大体わかるから。ね、サイクリストあるあるね。110キロ走って、あの、総じて道がいい、うん、なんかね、大阪やとこれめっちゃあるからね、でかいトラックとかが走ることで地面が波打ってるの、あるあるある、とかが全然なくて、交通量少ないからなのか、綺麗な道路がずっとそのままみたいな。せやな。コースがね、あの、なんか言ってました、なんか序盤になんか佐賀県の職員がなんか上級者向けコースです。ほんまかという感じで走りましたが、ほんまでした。ほんまでした。ほんまでした。上級者向けコースって想像、皆さんが想像するのはね、例えばすごい登り、長い登りずっとありますとか、これ実はサイクリストからしたらね、上級者向けコースじゃないのよ。ほんまの上級者向けコース何かって言ったらね、登ったら下る、下ったら登るが、もうずっと繰り返されるやつ。これアップダウンなのよ。だから、あの、世界のロードレース見てください、ね、ツール・ド・フランスとかね、長い登りもちろんありますけど、あれも何回もあるでしょ。これがほんまにきついコースなのよ、この佐賀の上級者向けコースね。マジでそういうコースでした。ツールド佐賀なんですかぐらいエグいアップダウンよ、ずっと。ほんまな、マジでロードレース走ってるみたいだもんな。そうだから、下りで足を溜めれる人じゃないとやり詰めます。そうやな、普通で長い登りやったらね、登りの山頂まで例えば5キロありますで、今のぐらいこれぐらいシャドウやから、じゃあこれぐらいのペースで行こうって大体走れるじゃないですか。でも1個の坂が短いから、うん、これぐらいのペースで行こうっていうか掴みにくいのよ。結局なんか勢いでめっちゃこいじゃって、それで体力なくなって、で次また坂来て体力なくなって、こう繰り返されるっていうね、マジモンの上級者向けコースでした。はい。であと、あれ最初から懸念してたあれです、よくあります、なんかサイクリスト歓迎なんです、このうちの市みたいな。でもちゃんと見たら、お前これ途中でお前フェリー乗らなあかんやけど、途中でお前これ階段あるやんけど、途中お前こんな砂利道やんけとかあるんすよ、マジで。それはね、俺がいつも言ってます、お前夜中2時の会議で決めた、お前職員やっつけコースかと。俺ずっと言ってますけど、今日はですね、職員やっつけコースではありませんでした。素晴らしい。これはマジで、あの、中に何かに忖度してるわけではなく、基本普通のコースだけ走るんやったら全く自転車降りることなく行けるコースでした、マジで。ちゃんと純粋にきついコースがずっと続くと。
まあ、今回はね一番きついコースをこう走ったんですけどね、初心者の方もし来られる時あったら、あのもうちょっとショートカットもできるしね。そうやな、お城とサセボバー、サセボバーガーちゃうわ思いっきり間違えたお城とカラツバーガーとで、ハド岬だけ行こうかなみたいな、こんなこともできますからね、はい、というわけでですね、まあ総括として、これはですね、全くやっつけ仕事のしてないガチ職員が作ったね、多分コースなんやと思います。これはほんまにすごい。お金ある方はですね、サングラスとかライト売らずにね現金ちゃんと持ち歩いて、現金、そう、現金が重要です。カラツバーガー食べたい方ね、はい、ということでですね、今日の動画良かったという方いらっしゃいましたらですね、ぜひチャンネル登録、そして横の通知ボタンも押してもらって、ほんでまさくん次こんな県にも行ってほしいとかね、あとはやっぱうちの地元来てくれやみたいなコメントありましたらマジで行きますんで、ぜひですね、そういうのもありましたらぜひコメント欄に行っていただければと思いますでは本当に今日はありがとうございました。110キロ走り切りましたさよなら地味んなこれタッチ悪い